オープニング撮るの忘れてました。どうも K です。今は新規改良した神級のカラタ駅にいます。今日はここからルート変更があった神級本線とその直通先の昨年の3号線に乗っていきます。各駅停車の山並駅に乗車、終点山並までの最終列車です。寝過ごしたらホテルがないので済みますね。次は神立川、最近急上昇中の街、上高線から多石駅とは近めです。で、このトンネルがかなり長いんですよね。で、終電間際ということもあってか、車内は普通列車なのにかなり混んでいます。多分光が丘、神崎あたりでいなくなるとは思いますが、たまたま席が空いていたのでラッキーですね。そして見えてきました。トンネルの出口が。トンネルを上がっていけば神崎川に到着です。ということでもうすぐ神崎川です。ここには神崎川キッチンがあります。で、右の建物は国の持ち物らしいです。噂には実験場らしいです。向こうに唐田未来高台があります。そして運賃区間唯一の途中駅の神崎川に到着。ここは普通しか止まりません。ま、快速も止まる気配はなさそうですが。そして発車。次は川森海岸です。川弓海岸から林間はどうなったんだって話ですよね。その区間は利用客が見込まれないために、廃止となりました。まあでもここら辺は神崎から近いはずなのですがね。左に見えてきたのは桜島電鉄。神崎まで勝負していますが、新線経由だと圧勝です。神崎に行くのだと新ルートのカバ鉄がありますが、まあ多分昨年が早いかな。そしてカバ森海岸が見えてきました。上級とカバ鉄の乗り換え駅なので、意外と利用客は多いとか、一応神崎から快速線で2駅のはずなんですけどね。そしてここで新快速に抜かされます。っていうかもう0時15分か。さすがに眠たいですね。まあ燻製で降りれれば家まで歩けるから、寝ましょう。次は、光が丘です。次は、燻製市です。この先の駅にはホテルがございませんのでご注意ください。小田急、京急、グガー。は、ここはどこだ ?35 です。桜島電鉄直通の山並行きです。え、35? うわマジじゃん、積んだ。あれ、降りちゃった。まもなく、桜島電鉄線内最終、山並行きが参ります。おお助かる、のか?ということで真の最終電車に乗車。次は蓬莱駅。左は三五村役場。三五村、とにかく貧しすぎて村長がサバイバル生活を送っていたりします。で、ここを越えると三五ニュータウン。桜島電鉄が開発したニュータウンです。おっとまだ見えないか。坂を下れば蓬莱駅。そこから山並みまでとてつもないほど人口が増えています。蓬莱駅、到着です。さあ三五ニュータウンの片鱗が見えてきましたよ。そうここからは家ばかり。どんなに眠くてもこの明かりで起こされてしまいます。なぜかなどこが?ふう、山並みに到着です。この先は唐田に繋がっていたりします。よし、着いた。改札出ましょう。え、封鎖中?え、どうすればいい?完全に寝過ごした人朝まで行くかよ。どうしろと。助けて。ねえ誰か。おーい。まあここはクリエイティブモード。どうするかって?こういうことだ。ま、後で直しておきましょ。いやー、ここまで寝過ごすとは、朝までどうしよう。この夜でも今日明るい街を紹介かな。さてこのマンション。階層指定ができる優れもの。まあ階段が確実かな?使ってみましょ。てか階層が書いていないのか、困りますねはい、ここどこですか?という階層まで書いてくれればありがたいマンション。次はここの、漁港ですね。まあ深夜ということもあってまだ静か。まだ1時ですしね。まあ4時くらいにならないと動き出さないということで、しょうがない。
おや、朝焼けですね。やっぱりかまどこがあるんだ。ここには昔の村がたくさんあります。あれですね、超高層マンションとかは線路の上に立っているので、都営の志村団地みたいな感じです。まあまだ改札は開いていないですね。お、綺麗な朝焼けが見えそうですね。やっぱり何にも遮られていないから綺麗ですね。感想が思い浮かばない。ま、ここまで耐えたのでそろそろ改札開くでしょう。いやーやっぱり綺麗。お、開いてる。ってことで橋前に行きましょうかね。そう、ここから橋前経由の唐田行きも運転されています。そう、コマンドで折り返すか否かが操作できるんですよね。ここ信号は唐田方面ですね。さあ発車。次は地下線を通って橋前こと三五駅です。上中の三五海岸駅、上高の高速三五駅ですね。もうすぐ橋前駅に到着です。どこに合流するかというと、ここの、橋前のカーブの直前です。で、360度カーブをかまして、橋前に今到着。やはりここもホームドア搭載ですね。階段を登れば、改札があります。そして目の前には上高の高速三五駅があります。ちなみにここの駅の駅舎は家みたいな感じです。ってことで登録と高評価してくれれば嬉しいです。まったねー。